やっちゃいましょう。とっさんでーす。とっさん言うたね、今な。とっさん。とっさんでーす。はい、和歌山ドランの長広でーす。これからいろいろ動画の中で、子供たち、大人たちが体が動けるようになるような体操をやっていきたいと思います。で、今の子供たちはなんですけれども、お父ちゃんもお母ちゃんも、自分が運動できなかったから子供運動神経悪いんで伸びません。不器用なんです。そんなの全く関係ありません。いろんな運動の中で体を動かしていくと健康になるし、運動もできるようになるし、勉強もできるようになるし、いいことづくめなので、皆さん楽しんで無理なくやっていってください。この体操の一番モットーは、どうしたらできるか、自分の中で自分のリズムで自分のペースでどうしたらできるかを考えながらやってもらうのが一番大事なので、それに注意してやっていってください。ではよろしくお願いします。
Thank you.
やっちゃいましょう。とっさんです。とっさん言うたね今な。とっさん、とっさんです。はい、和歌山トライアングルの長広です。これからいろいろ動画の中で子供たち、大人たちが体が動けるようになるような体操をやっていきたいと思います。で、今の子供たちはなんですけれども、お父ちゃんもお母ちゃんも自分が運動できなかったから子供運動神経悪いんで伸びません。不器用なんです。そんなの全く関係ありません。いろんな運動の中で体を動かしていくと健康になるし、運動もできるようになるし、勉強もできるようになるし、いいことづくめなので、皆さん楽しんで無理なくやっていってください。この体操の一番モットーはどうしたらできるか、自分の中で自分のリズムで自分のペースでどうしたらできるかを考えながらやってもらうのが一番大事なので、それに注意してやっていってください。ではよろしくお願いします。
Thank you.
Thank you.